皆様大変お待たせをいたしました。それではただいまより第5部分科会新たな業態の作り方儲かると喜ばれるの両立に向けてを開会いたします。パネリストの皆様をご紹介させていただきます。株式会社スマイルズ代表取締役社長遠山正道様です。<手>ロート製薬株式会社 代表取締役会長兼 CEO 山田邦夫様です株式会社リーンデルーカジャパン代表取締役横川雅樹様ですえそしてモデレーターは OISIX 株式会社代表取締役社長高島光平様です,すそれでは皆様よろしくお願いいたします 皆さんこんこにちは、はい、あのどうですか G1、朝から昼,昼も休ますことなくディスカッションさせてすでに5つ目っていう、ですねもう結構いいかなっていうか、まあ、あのそんなことないんですけどたぶん、えー、と多分今日一番眠いかもしれないセッションなんで元気出していきたいと僕もちょっと最初眠くならないように立って始めますけどもあの早速なんですけどちょっと皆さん眠くならないようにこう。 やっぱりですね特に起業をやられている方というのは新しいことをやりたいイノベーションを起こしたい世の中にないことをやりたいという思いとでも一方でお金を儲けたい少なくてもそれを継続できるだけの収益性を上げたいということですを、ね、共通して思っていらっしゃると思うんですがそれをですね成し遂げた皆さんに今日はお話を聞いていきたいと思うんですが。が どんな話を今日聞きたいかということ、最初にちょっと皆さんに、あの、何を聞きたいかをですね、軽く。眠気覚ましに、ふ、振りたいと思います。草野さん、今日何聞きたいですか。<laughs> <laughs> いや、なんか今日聞きたいこと、はい。はい。そうですね。あのー、だろう。<laughs> なるほど好きと事、まあ、業のまあ両立というか、ですねそういうところですね、いい質問ですね。どうですか、最近経営者になれた小比類牧さんとか、すみません、アドリブに弱い人に振っちゃいましたね。やってる本人が喜ぶことと、が喜ぶことされてあなるほど、その,のバランス、自分の はい、なるほど。それ大事ですね。はい、はい。じゃあ岡島さん。 めっちゃ増えてますけど、はい、まあ、うん、はい、えー、皆さんが目が覚めてきたところで、はい、ありがとうございました。はいはいえっと、ではあの、今いただいたご質問に、えー、関係なく進めていきたいと思います。 踏まえながら、多分いろいろ話してくれるんじゃないかなというふうに思いますけれども、えっと、まずあの、本当に三者三様です、なので、えーまあ、どういう、まず簡単に3分ぐらい面白おかしく自己紹介してきたいただきたいんですけども、あのまあ、どのような事業をやられて、まあ、どういう業態を作られたかということをです、ね、富山さんから、はい、はい、立ちます。 えっと、スープストック東京と、えー、リサイクルショップのパスザバトンっていうのと、えー、ネクタイのジュラフっていうのとファッションのマイパンダっていうのを4つやってるんですけど、まあ、いわゆる会社式法的には、まあ、バラバラですよねあの最初スープストック始めるときの企画書にスープを売ってるがスープ屋ではないとか書いてあるんですね私スープ売るために生まれてきちゃうんじゃないしみたいな。共共感感なんだとそののの最初の旗がスープ それに集まってくる仲間といいものを作っている中に提案して、えー、お客様といいかん、えー、共感の関係性ができればそれはどんどん広がっていくだろうということなんですね。あのやっぱりこれだからねラーメンじゃなかったんですねやっぱりラーメンだったらね今ここにいないと思うんですまた違うことやってるって感じがしてますで、えー、だから私飲食業をやってるっていう感じがあんまりないですねで、えー、と今年は社内外ベンチャー推進室っていうのを作ろうと思っていて。 個人のやっぱり飲食なんかで集まってくると特に一人一人のなんかバーとかやりたいねとかそういうようなことがあるんですよねでそういうのすごい大事にしたいなと思っていてかっこよく言えばこの生きる仕事とね生きることってすごく重なってるからその生きることをうまく会社も活用してあげるっていうかそういう場をどんどん提供してあげていきたいなと。 そうすわれわれ業態、なんていうのかな、ちょっとわかりません、まだ考えてないけど、まあ、会社式法の飲食店でないことは確かかなでございます。続いてあの、G1 ベンチャーの中で多分、社歴100年を超えてる会社は <laughs> <laughs> あの、ローソン、100年を超えたベンチャーの山中会長、お願いします。 田と申し115、えー、年,年、えー、経ちました、えー、それと、まあ、私個人もですね、ね一昔前はあの若手経営者と言われてたような気もするんですけど、こうやって拝見すると、もうほとんどオールデスト経営者になっておりまして、まあ、オールドエコノミー代表なんですが、まあ、それでもいろいろ頑張ってるぞと、<laughs> まあそういう事例かと思って、あの今日は前の方に出させていただきました。 えーとまあ、うちはあの本業の方はあのまあ目薬ですとかあの化粧品は最近まあやっておりますけども、まあ、その他にもいろんなあの新しいことをチャレンジしておりますが。 えー、最初にお断りしとかないかんのはその新しい方はまだ全然名は出かけぐらいなんですけど儲かるとこまで行ってないので、えー、決してその成功例という意味ではあんまりご参考にならないかもしれないということで、えー、ご了解いただけたらという思います。でまあじゃあ一体何をやってるのかということなんですがうーんまああのー、我々 まあ一般用の薬をずっとやってきてでまあこれよくよく考えると。 やっぱり皆さん薬を使われるっていうのはあんまり幸せなことじゃないですよねあの花粉症であの僕らは花粉が飛ぶと喜ぶんですけど <laughs> まああの皆さんにとってあの決していいことではなくてあのそれとかまあドライアイで目薬もね結構売れるんですけどもうそもそも目が乾かないほうがいいわけで、まあ、あのずっとそういう意味で、まあ、これ、ね、あの商売としてはいいんですけどもう一つこうやりがいがないなというかどっかこう自己矛盾みたいな。 があってもう少しこう本当の意味で皆さんにプラスで喜んでもらえるということをしたいなっていうのは、まああのね、私は、まあ、あのたまたまを継いだ立場だったんですけど、まあ、そういうことはずっと思ってましてそれで一つは、まあ、あのビューティーの美しなくなるっていうのはこれはもうほほほ本当に女性全員の、まあ、それと最近はまあ男性もこう、えー、ニーズがありますので、まあ、そういうことで。 え化粧品の方行きましたけれどもえまあでもよくよく考えるとやっぱり健康の方へ行かないといけないということで,でまあそれも病気になってからの健康というのもあるんですけどやっぱり健康を維持の増進する方ですねえのまあ医療の取り組みというのを今始めています。それから もう一つはですねん元はやっぱり食にありと移植道元という言葉ありますけどもやっぱり薬より食べ物で健康になった方がいいということで、まあ、あの食の分野で、えー、我々が何をできるかということで、えー、でもあのサプリメントを作っても、まあ、これもね他にもいっぱいあるので面白くないのでやっぱりそれなら一から作ろうということで今ちょっと農場の方で一緒にやったりとかそれからあの ここへ来てすごくあの植物工場っていう話題を皆さんあのお聞きになると思うんですけど実は本当に素晴らしい技術が日本にはたくさん埋もれてましてですねえやっぱりこういうものをほんもっともっとこう組み合わせて本当のものにするとえまあ,あのいわゆる路地でえ作るまあ,あの石垣ではそういう勇気のものやってますけどもでも環境をちゃんとコントロールして いわゆる工場の中で作った野菜の方がむしろ健康で栄養素もあるいいものができるんじゃないかとまあそんなことも今ちょっと取り掛かったりしてます。それからまああとはですねあのやっぱり日本の中だけではどうしても狭いなということでずっと海外展開をやってきましてまあ,あのとりわけアジアの 各国、まあ、これは中国も含むんですけれども、えー、ずっとビジネスをやってくる中で、えー、まあ中国はちょっとね深入りが怖いのでこれがもっともっと東南アジアのえ国々を今やってるビジネス以外もやっていきたいなとでそこに今の食とそれから医療が入ってくるんじゃないかなというようなことをぼちぼちと。 やってま,すあまあ、芽が出るのは、あのっていうか、収穫できるのはまだ5年ぐらいかかるかと思うんですけど、まあそういう今はあのオールドエ,エコノミーが <laughs> ベンチャーにチャレンジしていると、まあ、そういう、えー、状況で、えー、ございます。では。ありがとうございます。あっ、はい、山田さん山あの山田さんが社長に就任されたときってえっと、私、社長になったときは250億ぐらいでしたかは 今は、まあ国内は800億ぐらいですけど、まあ海外が500億ぐらいになったので、まああの <laughs> <laughs> すごいですよね。えー、あのやや山中町、それでその売上構成費を大きく変えられて成長されていると思うその辺を少しこう数数字的な。 そうですね、はい、あのですから今あの、うちの場合はもう売上の半分ぐらいがいわゆるスキンケアの,あの化粧品とかあの、まあ、リップクリームも含むんですけどそういう商品になりまして、えーまあ、あの一番ロートといえば有名な目薬ですが、まあ、これは、まあ、あのそこそこ硬い商売なんですけど、まあ、30ぐらいですかね今ね今今じゃあ今メインは化粧品事業で。それは 社長になれたときはほとんどなかった事業がそ広げられているということですね、ありがとうございますじゃあ、はい、あのよっかさん、g ン初登場。g ン初登場、はい、<laughs> いやもう、朝からめっちゃ緊張してます、このすごいアウェイ感から始まってであの、昼間ぐらいにはなんかすっかり学校に戻ったような気分で、なんかこう、前に出ると、いじられる側なんですね、どっちかっていうと。 あの散々いじっていただければと思いますけど、<laughs> 横川と申します、改めまして、ウェルカムという会社と、ディー・エンド・デルカ・ジャパンという2つの会社をえやっております。ウェルカムでは、2000年創業なんですけど、 シボネというお店だとかジョージズといった主にインテリアの事業を中心としたセレクトショップですね。ディアンド・デルカ・ジャパンはですねニューヨーク双方に37年前に生まれたディアンド・デルカというブランドがあるんですけどその日本の法人という形で日本人ですね契約をした形でのロイヤリティビジネスですけれども日本で2003年から去年で10年になりましたけれどもやっております。ああのうま あの小平牧さんのように僕はあの体が小さいんで喧嘩すると勝てないもんですから <laughs> 勝てない喧嘩はしないっていうのが <laughs> 昔からえ子どもの頃からなんか癖でですねえ自分が勝てないところに行かずに何かこう人と違ったことをするのはずっと好きでした学生の頃にあのまあ洋服も好きだったんで古着を,を売る仕事をしていたりでまあ古着もだんだんやると特に。 僕らの子とアメリカ西海岸からこう古着を持って帰ってくるっていうのがすごいはやったんですけどえなかなか勝てないものですからえアンティークの家具の業界に行ってえまあそこはバイトさせてもらってえ勉強してましたでその後あのデザインが好きになって建築をやりたくなって大学に行きましてえ大学出た後今の3年勤めたんですけどその後今のウェルカムという会社を立ち上げてえまあ家具屋から始まって雑貨屋 で雑貨屋になんとなく洋服を入れ始めてでそれでもお客さん来てくれないんでカフェをやろうでカフェをやり始めてって言ってるうちになんとなくこう。 あの今僕らはこう生活提案型事業ですとかライフス,スタイルショップですって一応言ってますけどえなんか最初に設計したというよりはこう足りないこと足りないことをこう足していくで自分の中に欲しいなと思うようなことをこう足していく中で垣根を越えてえ儲かるうと喜びって書いてあるんですけどやればやるほど儲からなくなっていったえーえー10年間ぐらいだったんです。こう 無理なことをして3年ぐらいで学んでなんとか形になってまた無理なことをしてまた形になってっていうのを繰り返して4回目の今3年目に入ってるかなとそんな感じなんですけどもあのそうですねインテリアやって食べ物であのまあその感覚的に感じていた ことも確かにあるんですけどあのそういう意味ではマイナー性マイナス性を常に追っかけてきていたというのともう一つはあの皆さんも当然ご存知でお感じになられてると思うんですけどその自身の価値観みたいな自分の好きなことばっかりやってたもんですからその自身の価値観が洋服からその家具家具から家インテリア。 で、家インテリアから器、器から食べ物、食べ物から人が集まる場所って、だ,だんだんこう内面的な。価値観にどん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 、ご自分の中で移っていって、え、それを素直に、ご授業にして。え、来たと、なんとなく、そんな感じでございます。はい、はい、ありがとうございます。はい、あの、三人とも、すごく、いろんなことをやられている方々なんですが。 えー、ちょっと今日は話を少しシンプルに学びやすくしたいので、えー、それぞれ絞ってです、ね、お話をお伺いしたいんですが富山さんはスープというスープ屋という今まで世の中にない業態を作られて山田会長はお薬屋さんが化粧品業界に殴り込みをかけて穴を開けてさらに農業界にも今やってますが化粧品は山田会長のロースさんによってかなり業界を激変させたと。 いうことですが、横川さんは、業態輸入という形で、ディアンデルーカーという、マンハッタンの業態を日本の持ってきたという、それぞれえ違ったアプローチで、一つ業態を作り上げて、喜ばれると、儲かるを両立されているというところに、ちょっと絞って、話を聞きたいと思います。 終わらないようにしたいなと思っていて結構すげえんですすけどでに皆さんただそれをあの僕ら一人一人がこう明日の,あのアクションに落ちるようなあ学びをですね、えー、引き出したいと思いますので皆さんもぜひ質問をどんどんと僕を助けるような質問をしていただきたいのとあのここにいる方もですねもう皆さんすごいの分かるんで。 あのできるだけ真似できるようなことをです、ねえー、教えていただければと思います。でちょっと最初の質問は着想です。あの何,をやろうと何をやろうという発想をですね、まあ、どのように作り上げてきたのかということでまず富山さんからお伺いしたいんですけどその、はい、まあ富山さんの場合はスープ,スープのある一日でしたっけ、はい、スケッチっ僕も見せ,、はい、見せていただいてございりますがそのどっからこう、まあ、スープ屋と言われるのは違うかもしれませんが、はい、どういう着想で、えー、来たのか。 あのちょっと持って帰れるということであの最近私社内で4行詞って言ってる言葉があるので4つの行のポエムですね、えー、それをちょっとお知らせしようと思うんですけどすでに真似できない感す最初が必然性2つ目が意義3つ目がやりたいということ4つ目がなかったという価値っていう4つなんですね。であの我々 全然嬉しくもなんともないんだけどビジネス大変ですよね苦労の方が多いあのスープストックも本当に利益が安定したのって8年目ぐらいですねジラフも黒点7年目とか、えー、パスタボトも4年目、ね、全然自慢じゃないけどいつでも,もう潰れる機会なんていくらでもあったわけですよねだけどそれでもやりたいとかやるべきとかこう立ち戻るところがあるからもう一気にやらせてくれとか。 それでで、えー、なんんとかここにたどり着いてるんですねそういうことを踏まえてさっきの4つがあるんですけど最初の必然性っていうのはその立ち止まるなんでこれやってんだっけっていうだからうちはね儲かるみたいな儲かるらしいとかいう理由はないですねまずねあのうち私はやりたいこととビジネスのバランスが大事だって言ってるんですけどで私はどっちかというとやりたい側でビジネス側のスタッフうちにいるんですけどビジネス側のスタッフですらどれだけ儲かりまっかみたいな話は ないですねねうちには、ねうんでえー、だからこれ誰が言ってんだっけとか何でみたいな話は必然性ですねそれからでもその人の一人のストーリーじゃなかなかあの周りを巻き込めないからやっぱり意義があった方がいいあのチームを巻き込んだり銀行さんにお金借りるやっぱり意義があった方がいいねそれからでもその必然性と意義だけじゃな小難しい話だけじゃなくてやっぱりなかったという価値みたいな ひらめきみたいなこととかね新しい提案がないとやっぱりそこが面白いところそれはなかったという価値でそれを通っていくと最後、えー、あごめんなさいやりたいということですね3つそれを通ると最後のなかったという価値要するにオリジナリティみたいなのにたどり着くんですね。 あの例えば、それをスープストックで言うと必然性っていうのは私、三菱商事のサラリーマン10年やったときにサラリーマンで終わりたくないよね社長とか一回やりたいじゃんっていう、まあ、いわゆる起業ですよねそれがまず根っこにあったそれからえ意義っていうのはファーストフードのなんでこうなっちゃうの安かろう悪かろうみたいな、えー、20円安いより200円高くていいからちゃんといいもの食べたいよねっていうこととかそれから、えーえー、やりたいということっていうのは そのさっき言ったスープっていう共感そ,そのスープを軸にした共感を作っていくっていうことで、えー、なかったという価値っていうのはこれオリジナルってこと最近、あのー、この間シンガポールに出店したんですけど海外に行くこととか考えるとやっぱりこれねオリジナルであるっていうことがどれだけ精神衛生上やりやすいかっていうのかな私はこうですって言えるっていうことだけで全然違うなと思うんですよね。あの私スープ最初にに思いついつた時に いろいろ調べてたらニューヨークでスープ屋があるっていうのを後で知ってで行列になっているで雑誌にも出てたで見に行ったりしたんですけどもでもそのね順序が逆じゃなくて本当に良かったなと思っていてもしもね今まで私何でスープですかって500回ぐらい聞かれてますけどその度にねいやいやあの雑誌見てたらニューヨークにスープ屋があってなんか行列になってていけてるからちょっとパクって儲かりそうだからやろうと思ってました。 言ってることを考えると本当にもう今の自分はないっていうか目的が全然違っちゃうんですよね儲かるらしいみたいなだって儲かんないじゃんって言われたらですねで終わっちゃうわけですよねだからやっぱりそこの,あのどうしてやりたかったんだっけみたいなことでそれがやっぱりオリジナルになるっていうのはあの海外のこと考えると海外我々全然まだ未経験ですけどもまあガラパゴスなんて言いますけどガラパゴス最高ですよねもうオリジナルの塊みたいなもんで。 ね、140年前にちょんまげ言ってたとか言ってめっちゃイケてますすよよね <laughs> 超アバンンギギャャルルですよ、ね、<laughs> もうだからそういうオリジナリティーがの方向だと思うので、ね、日本食とかもそうだと思いますしあのそのオリジナルにたどり着くためにはどうしただっけって自分からこう発するみたいなだからうちってマーケティングっていうのがないんですよね。あのまあ、そもそも分かりやすいところで言うと私絵の古典から始まっちゃったので。 アーティストって絵のテーマ決める時にお客さんに聞いたりしないですよね何描けばいいかなとか言って今何が流行ってるとかないですよねやっぱり自分がこれを描きたいんだっていうのがあってだけど独りよがりじゃなくてやっぱり世の中の大きな流れも見た上でえ今はアブストラクトだけじゃなくてなんかもっとペインティングの方に行きたいなとか,なんかそういうことを知った上で,でちゃんと着地して。 えーまあ、アートだって霞くっていけてないからちゃんと売れなきゃいけないみたいなだからすごく、まあ、アートみたいなこととビジネス似てるなと思うんですけどもだからその辺のこう価値観あといいかなまだあの、まあ、20世紀は経済の時代21世紀は文化の時代これなんか聞きなんかこう耳障りのいい言葉じゃなくてむしろその21世紀もう21世紀って需要と記憶が全く逆転しちゃってるわけで。 その経済のメガネで市場に何かこうマーケットに何かを見てても全然無理だと思うんですよね。もっと経済のメガネじゃなくてもっと価値そのものを我々って提案できてるかっていうことをちゃんと喜びを持ってえ提案できてるか。で、それにお客さん側が、世の中が椅子を、イストリゲームだとすれは、イソっテこう寄ってきて共感してきてくれるっていう。そういうだから むしろその文化みたいなことをちゃんと提示できなきゃいけないというのはそれは全然楽じゃないあのすごく難易度の高い話だと思うんですけどもそういったことをやっていかなきゃいけない、まあ、そういう時にさっきの4つの言葉を繰り返しながらまあブラッシュアップしているという感じです。 その世の中の流れを見つつ自分の内面と対話しながらちなみにそのス,ープスープストック東京を立ち上げた時に見てご覧になられてた世の中の流れっていうのはどうういうのをご覧になりなりがら、あのー、私は本の一行目「なんでこうなっちゃうの?」っていう世の中に対する苛立ちや疑問からスープストック生まれましたって書いてあるんですけどそのスープあファーストフードって早いっていう意味なのに何か悪いものの代名詞みたいになっちゃってて。 お母さんが娘にあんたファーストフードばっかり食べてんじゃないわよみたいなでだって早いっていう意味だったはずじゃんみたいなあと最近我々ファミレスを始めたんですけどファミレスもファ,ファミリーで行けるレストランなのになんか独特なものになっちゃってるんで我々がファミレスファミリーで行けるレストランやったらこうなりますっていうのを我々なりに提案した要するに何かおかしいよねっていうところダメなものを発見するとときめくんですよねあこれよくすりゃいいんじゃんみたいな。 我々だったらこうするよね、まあ一つの着想かなありがとうございます、すごく良かったですね、あの世の中のいまい、あ、ちなところをこう見つけてうだから発明とかじゃなくて、すで、はい、にあるもので全然いいんです、リサイクルもそうだし、ネクタイもそうだし、だけど、なんでこうなっちゃうのみたいな。なるほど、分かりました。 あの富山さん本当にニューヨークにスープ屋さんなくてよかったとっおっしゃったんで次、横川さんあのニューヨークのマンハッタンの,あのディアン・デルーカーを持ってき気を抜いてるとこどう来るかねところでそのまあいろんなもともとデザインの会社やられている中でまあその出会いがあってそしてやられたと思うんですけどもどうしてそのやろうと思われたのかってことをちょっとお聞かせくださいはい。はい えと僕はあの遠山さんのお話とかすごく最近改めて僕遠山さんの本を読んでスープのある一日感動しちゃったんですけどあれはあの86年でしたっけあ,あ,あの時にあれを書かれたらすごいなと思うんですけど逆に僕はどっちかっていうとあのやりながら 考えちゃうタイプなんであれなんですけどあの結構すごく素直にあの海外に対する憧れが多分人一,一倍強くて、えー、高校の頃アメリカに行きたくてで留学して帰ってきてで今度ーヨーロッパに行きたくなっていろいろ旅行というかあのバックパックみたいなのでいろんなとこ行っているうちに仕事でも出張に行けるようになって海外に行く中で見るそのファッションであったりとか、えーまあ、カフェという文化だったりとか。 ギャラリーだったりとか公園だったりとかもうなんかその街で見たり体験したりするもので自分の周りになんとなくないなとかあるけどちょっと違うなみたいに思うことに対して日本でもあった方がいいのになとかもしくは自分の住んでる街とか友達にこういうのをこう届けてあげたいなとかなんとなくそんなところからいつも事業をやってきたんですけどあのインテリアも買い付けがやっぱり海外がメインだったんでそれに行って。 ていた時にあの一緒に連れてってもらってたり案内してもらってる先輩なんかとあのたまにはホテルじゃなくていわゆるアパートメントハウスみたいなところに泊まってで地元の人みたいに地元で食材買ってで自分たちで料理するみたいなそういう方が面白くないみたいな話をされてそういうある時から出張のスタイルがそういうスタイルに変わっていって。 でそんな頃にいろいろロンドンに行くとハロッツがあったり、えー、ハービーニコルスがあったり、えー、ベルニテ・ゲーテーがあったりニューヨークのディアノ・デルカもしかりいろんなその自分たちが好きだなと思う街にいつもかっこいいグロッサリーがあって僕,はあの、えー、僕の街には声優があったんですけどあの大好きな声優がっていうふうにはあんまりならなくて。 あのすいませんご関係の方がいたらあの自分の母親が行って料理を作ってくれたスーパーのイメージなんですけどなんかこう自分が大人になったらそこに行きたいなってなんか,こうな,んかならない感じがしてでそ,そこをなんかこう自分たちの中で形にできないかなと思って実は1年半ぐらいあの試行錯誤でいろいろ企画書を作りで業界の方にこう。 こんなのやりたいと思うんですけどっていうことをいろいろお持ちしたんですけどソースだったんですねで全然ダメとで基本的に植物販っていうのはもう流通の形がはっきりできているしでそれだけいいものやりたいと思ったらやっぱ百貨店に勝てないとそんな店をいきなりやってもできないよみたいな話をされてで諦めかけてた頃にあの、まあ、自分たちが、まあ、そういう意味でこう勉強していたディアンド・デルカ側から。 あの逆に日本でえやりたもいともいと伊藤忠さんがあのそういうお話をもともとつないでくださったんですけど今伊藤忠さんもその話はあるんだけど実際にそれをやってくれる人がいないんだみたいなところでえーディアノ・デルカとの出会いというか僕らはだからディアノ・デルカをやりたかったというよりは何かやっぱスタイルのあるグロスサリーを作りたいっていう思いがあってでその時に今自分たちが憧れていた店と偶然出会うみたいな。 そういう意味でやりたいと思ってたので出会ったのかもしれないんですけどあのそういうことからえ始まってで、まあ、そういう意味ではあのアメリカのまんまを持ってくるというよりはそれをどう一緒に実現していくかみたいなことを、はい、やっってきましたそやっぱりやりたいオリジナルっていうのはご自身の中にあってあのディアンデルカ・アメリカを、まあ、ツールとして使うというかそ,そういう感覚ですか。<laughs> そ,うそうですねあの 一つのあの結果的に一つの手段になったんだなと思うんですけどあ,のあんなにソース感というか絶対だめだよって言ってた人たちに同じようにリアンド・テレルカの企画書を持ってったらぜひやりましょうって言われたんですね <laughs> この違いは何なんだろうと思ってそうよっぽど僕らの企画書がダメなのかでもやっぱりよ世の中ってそれなりに何か規制のものがあると安心ないと 何か保証はという話になり、ま、たそこがなかなか突き抜けられなくてで雑貨屋を小さく始めた時はまだできたんですけど、まあ、グローサリーの場合はどうしてもそこに結構投資も含めて大きかったのでなかなかそれが前に転がっていかなかったんですねなので自分たちの力だけでどうしようもない時は人の力を借りるっていうところは正直あったかなというふうに思います。そういうういい意味でと歴史と信頼が えの自分たちがやりたいって思ってたことをこうしてくれる一つのきっかけになって、まあ、そこからまあ本格的にやっていったっていうことは確かに事実だと思います。なるほど。わ、はい、かりました。ありがとうございます。では山田会長に、山田さんの場合はその化粧品事業の立ち上げの頃のことをちょっとお伺いしたいんですが、そのまあ方向感としてはその薬だけではなくて、えー、っていうのはあったかと思うんですが、山田さんの場合はまあ他のお二人とは違って。 おそらくその社員の発想をすべてを自分を1人で考えたというよりは社員の若い社員の発想と山田さんの方向性がこう,うまくかみ合ったのかなというふうに思うんですがどのようにしてその社員のこうアイデアを目利きしてですね今、これだけの柱になるような事業を着想されたかというところをですね教えてください。 あの去年、カンブリアに出ましてです、ね、なんか入社何年目の,あの女子社員がある,ある日、突然、あの会長のとこ寄ってきて、久々しゃ喋って、それで決まったという、まああの、一応こういうストーリーになってたんですが、えーまあ、半分は本当です、あのまあ、彼女が中心になって、新しいブランドをやっぱり作りたいっていうふうにやってくれた。 まあただ、の僕の側としても、分野やろうと、ひそかに思ってたので、まあ,あ、手柄は譲ってますけど、一応、ぼっとしてたわけではないんですが、ああたまたまやっぱりね、そういう、やっぱりこうあんまり基礎の,のね、 概念にこだわらない。あの若手のパワーっていうのが、まあ実際行ったのは一つあの事実です。で、あの、そういう意味では、遠山さんは改めてこう。アーティストというかこうね。やっぱりまずファッションが全然違いますし。まあ、あの哲学者でもあり、アーティストに比べて。まあうちはまあ。 そんなあのひょっとしたら大学のサークルのノリに近いかもしれないあのどっちかというと若手の社員がわわという中からじゃあこんなやってみようというまあどっちかというとそういうノリで特にまあマーケティングの方はね比較的そういうノリでまあやってきました。ただ まあ、あのお二人の話聞きながら、まあ、ちょっと違うなと思った、まあ、一応やっぱりこう製薬会社ですし、基本的にはやっぱりこうサイエンスに突き動かされてっていうのがあるんですよね、あのまあ、あのいわゆるハダラボの場合は、あのヒアルロン酸をうもう本当に限界まで入れたらどうなるんだというようなことで、まあ、いろいろ実験をすると、これ、なかなかいい,いいぞというような、まあ、データが出たとか。まあその前にはあの ビタミン C の,あのオバジっていうのをやってたんですけどこれも、えー、ビタミン C を20%入れたらものすごくこうやっぱ効果があるとでそれまでのやつはもう3パーも入ってたらだいたいそのすごい入ってるうちだったんですけどまあじゃあやっぱりそういう濃度でこんなに違うんだみたいな発見とかまああのー。 基本的にはそういう技術の方のシリーズが、まあよくよく考えたらまあいっぱいあったかなと。 それから今日はあのね午前中のセッションでもやっぱりあのアカデミアとのこう連携っていうことをがテーマの一つになってましたしあの今日は聖子さん来られて近畿大学の今のすごい学校がそのベンチャーのやっぱりこう初になってるっていうのもあると思うんですがやっぱりこれは本当に大事なことでやっぱりその日本のアカデミアっていうのはまああの分野にもよりますけれども やっぱりこれはもう5年10年の蓄積でないものがやっぱりアジアの新興国に比べてもあるのですだけどそこの埋もれてるものも本当にいっぱい埋もれててそれをやっぱりあのもっとそのいわゆるビジネスの側が引き出して形にしていくでまあ僕たちの場合はまあマーケティングの方はまあどっちかと,いうとまあちょっと 後からついてきたというか、まあ、少しノリでやってる部分もあるんですが、まあ、あのこれまではわりにそういうパターンがうちの場合はわりにうまくかみ合ったかなというそういういいに思いますあの当時化粧品事業始められる時ってその、まあ、薬のもともとの事業も堅調でその、まあ、新しい事業をやらないと潰れちゃうという状態ではなかったと思うんですよね。でかか化粧品のの業っていううはかなりこう 硬いというかですねまあ大手の方々が多くてその非常に勇気のいる薬屋さんが化粧品の事業に行く非常に勇気のいる決断だったと思うんですがその辺のためらいとかあるいは抵抗とかそういったものはいかがでした あのそうですね、まあ、会社が長くやってますし、まあ、それなりにいわゆる内部留保もあるので、今日はすつぶれるという状況ではもちろんなかったんですけど、でも、非常にうちのポジションとしては、大手さんにこうどっちかでやられる立場だったので、このままじゃいかんという危機感はすごくやっぱあったんですね、で,ですからやっぱりこう背中からこう押,され押されて前へ行ったというのに近かった。 もっとこれがその業界ナンバーワンで圧倒的に強ければ、まあ、やはりまあそんな冒険しなくてもということになったんですよ、まあ幸い、あの比較的こうナンバー、まあ、うちの業界でも1位じゃん、ナンバー10位ぐらいにいましたので、まあ、10位ぐらいですと、どうでもいいレベルに普通になっちゃうので、えー、まあそ,ういうそういう危機感というのはあったんですね。ありがとうございます えっとではあの今3人のこうまず発想着想の部分をお伺いしたんですがまあその後どうやってそれを実行していくかというところをお伺いしたいんですがあのまあ富山さんとかまあそのチーム作りとかですねえどういう人を身の回りに置いたかとあの非常にあのまあ経営するアーティストということで非常に多彩 でありかつかなり偏りのある方だと思うんですけども、<laughs> あのどのようなこうチームを作って、まあ、さっきあの、あの儲ける、事業作り担当もいるということをおっしゃってましたけど、どの着想を実行するにあたって、どういうチームで、どうやって実行されました <laughs>、はい、あのうち、もともと三菱商事が株主だったこともあって、意外にもうみんな真面目な人たちなんですよ、ちゃんとした人がたくさんいるんです、うちの会社。<laughs> <laughs> そ,うなんですそれでなんかまあうまくバランスしてるんですけどでもなんか最初やる時のチーム作りみたいなのっていうのはなんかねスープで言うとまあ3人で最初始めたんですねある女の子とアルバイトの女の子1人と3人でえ青山のパレス青山ビルっていうアパートの6畳2間の和室畳を床に張り替えてまあ障子はそのまま残してで3人でスタートしてだから全然しょぼしょぼ感。 あってこんなすげえ組み合わせとか NBA の人とかもう全然無理って感じでなんかグニグニをやった感じですねまあ一人何役もやるっていう感じ野球を4人ぐらいでプレーしてる感じで一 <laughs> 人何役やるそれは新しい授業をやるときもそうですね私がパスターバトン始めた時実はリーマンショックでこんなだったし自己舞っていう事件を起こしてしまって会社すごく。 大変な時だったその時に、でも物件ありきでパスワバトンって丸の内でこれやりたいって言って、もう誰にも言えなくて、そ経営会議でこっそり年度末のギリギリねまずギリギリにそっと出して、<laughs> そっとぐにゅっと、こうなんかこう、まあ、なんとなく認めてもらってで、アジトで始めたみたいな感じですね、アジトっていうか会社の隅で、まあ、大体そんな感じです。 その時にそのまあその最初少人数でやるんですけどその身の回りに置く人の人選というかそのやっぱご自身のできないことをできる人とかどうういう感じみんなそうですよ私はちなみに会社で経営はもう副社長人事は人事部長営業は営業部長にもやってもらってるんですね経営会議で私発言ってほぼないんですよ <laughs> うんうんとか言って <laughs> まあ新しいプロジェクトのプロマネっぽく面白くてやっちゃうことはあるんですけど あとはもうみんなやってもらってるんで、もう最初の頃から、だからよく分からないですね。大丈夫でしょうか、真似できる、アクションに落とせるのは、みんな、不安なんですけど、だからちゃんと分業、自分が全部できると思う、勘違いしないってことでしょうかね。でも自分ができないことが、周りにとって分かりやすいってのは結構大事ですよね、そうすると、その周りが、何は自分がやらないとまずいんだみんなね それは自分が営業びっちりやんないとこのままじゃ潰れちゃうってみんな思いながらやってくれてると思うんですよねちゃんとねあのだからねかっこよく言えば何かやれって言えば言うほどその仕事の喜びを奪っちゃってる感じはありますよねやっぱり仕事与えられたのをやるのは作業で自分でやるのが仕事っていうふうにうちの会社ではなってるのでだからやれってやれっていう部長とかは本当に。 こいつ部長やってるなみたいな感じで、<laughs> <laughs> 何にも言わないでみんながやるのが一番ですよね。なるほど、なんとなくわかりました。<laughs> よっかわさんいいですか次。あのまず、あ、最初は誰もが信じてくれなかった夢をまあディアンジェルかっていうもので <laughs> こう具現化したと思うんですけど、はい。そこをまあ持ってくる時の最初のチーム作りよっかわさんどうだったんですか。ええー、最初のチーム作りは。 その企画書のときもそうだったんですけどあのやっぱりこう規制があるといろいろ障害もあるんだなということでえまあそもそも日本にある業態ではなかったとっいう意味ではその採用をたればやろうとて時ときに経験者を集めるということはまずできなかったんですねじゃあ同業でって言われたときに植物販系とか。 まあなんとなくそういう食品スーパーの経験者とかそういうところには逆に行かないようにして、えー、基本的には経験者を採用しないというところからスタートをするというのは結構うちのパターンかなとであのあの経済的にも経験者は大体高いっていうのもあるんですけどあの、まあ、そういうベースも、まあ、そういう数字的なところもありますけど基本的には未経験者だけどやりたいっていうことに共感ができる人。 いうのを、まあ、あのうちは公私混同っていうのを大事な価値観の一つにしてるんですけどあの普段から、えー、食べることが好きで集うことが好きでっていう価値観が共有できて、えーまあ、経験はないけどそれをやってみたいっていう結構乱暴ですけどシンプルな採用基準で始めました。 あのまあ確かに料理をするというところで言うとあの調理経験者外食経験者というのはいたんですけどそのお惣菜と外食ってあのやってみて改めて思うと全然違うものだったのでそういう意味ではほぼスクラッチでやっていくことであのもうルールのないところに自分たちでルールを作っていくというか仕組みを作っていくのですべてにおいておのずと責任を持つようになっていったので今ではその自分たちが 持ってるルールとか仕組みっていうのは全て自分たちで決めたことだから逆にいつでも自由に変えていけるっていうそういう発想でいつもやってますあの価値観の共有すごい大事だと思うんですけど、はい、あのうちの会社でもその採用の面接ですごい多いのは私食べる気が好きでとかあのグルメが好きでみたいな人多くて <laughs> もうなんかすごい美味しいものいっぱい食べれるみたいな感じ。 感じで来る人が多くて、もうその食べ歩きが好きって言った瞬間もダメだなってはむしろ思うんですけど、価値観を共有するだけのはいっぱいいるじゃないですか。はい美、は、味、い、しいの好きな人はその中でさらにどういうところでこう人を最初チームを作られてたんですか。ああなんでしょうね。それ最初の価値観の共有はすごく素直に三二回か三回ぐらいやっぱり面接 採用するときすると思うんですけど何でしょうねその、まあ、結構面接の中で何が好きとかどこが好きとかどう食べるのとか結構しつこいですただ食べ歩くとかいうよりどう食べるかとか何を食べるかとかどうしてそれが好きなのかとか結構徹底的に聞きますで23人、まあ、今だとも3人ぐらいやっぱり面接ある中で そこに関しては3人全員が OK 出さないと採用しないですどんなにそのスキルがあってもそのどんなにこうパフォーマンスが良くても資料が綺麗でもそこがずれてる人は絶対採用しないそれは基本的には経理とか物流とかあの直接食品に現場では触れることのない人も同じようにしてますでそう同じようにしないでやった採用が何回か あったんですよその成長期の時にその採用窓口が追いつかなくて「分 <laughs> けよう!」って言って分けたら会社が急にバラバラになってしまってやっぱりあの、まあ、痛みを伴うというか結局何かそこでこうだよねって言った時に結局そうやって入ってきた子ってみんなやめざるを得なくなっちゃったんで、まあ、それ以来もう一回そこは徹底的に <laughs> やるようにしてますじゃあもうたん何となく方向性があってるよりはもうその価値観が徹底的にこう 徹底的に合うというか、その好きな度合いがちょっと特殊なレベルまで好きな人を選んでいくっていう感じですかそうかもしれないですね、とあのその度合いでいうと、正直なところでいうと、その経理をやってきましたっていう人が、そこまですごいマニアックですかって言われると、それは確かにこう温度差は、部門ごとに多少違うと思うんですけど、あのそうですね。あの たたまたま父親が外食をやってた時に、えー、子どもの頃から笑い話であのうちの社員がな今日会議でな今日それは今日じゃないなある時会議でなってそのご飯を食べないんだと、みんなで食事会にこの仕事が終わってみんなで飲み会行こうって言った時に横で食べないでずっとなんかこうこう時計見たりハラハラしてる社員がいたのでお前大丈夫かって体調悪いのかって言ったら、えー、僕、外食嫌いなんです。 <laughs> って言われたことがショックでっていうのをなぜかそれをずっと飲むたびに父親が言うんですよそれすごい多分あったんですね。僕もだからなんかそこは多分癖であの好きな人としか、まあ、遊べないし好きな人としか旅行きたくないし好きな人としか仕事したくないってあのそれはあるところまでいくと成長の妨げになるのかもしれないですけど結構あのそこはシンプルにこだわってますね。 ありがとうございます、うん、やっぱりそういうのがあるからこう多分たせんけど <laughs> すごい大変なことも、まあ、一緒に乗り越えられるところがあるんでしょうね、その価値観が。と、はい、いうす山田会長には、この中ではもうゼロから業態を作る人たちもいると思うんですが、ある業態を作っていて、まあ、次に別の業態を作ろうとされている方も多いかと思うんですけども、まあ、やっぱりそういうのって結構、なかなかエース人材がこうなかなか採用、あの 指名できなかかったりとかあるいは社内の抵抗勢力にあったりとか、まあ、いろいろあるかと思うんですがその化粧品の事業を始めるにあたって、まあ、どういうチーム作りどういうマネジメントされたか教えてください。 あのまあね人と組織の難しさの問題についてはもうしゃべれさ半分口で延々と出ると思うんですけど多分あの大半の皆さんのところと違うのはやっぱり会社が古いですからあの要するに金属30年40年いう人はもう珍しくないんですねほんでまあそれもなかなかその結構真面目でいい人なので <laughs>。 えー、まあこれはもうとにかく切るわけにいかないので、えー、まあかといって人間やっぱり長く同じ仕事をしてるとどうしても保守的になるしどうしても抵抗勢力になるのでまあそこは。 まあ、とにかくうまくローテーションしたりこう違うポジションしてみたり転勤させてみたりとかまあそういうまあこれはもうやっぱり人,人事権というんですかねやっぱり使ってこう揺り動かさないといけないのとまあでもああのまあ、仕事柄やっぱり大きくそのチェンジするのに力発揮してくれたのは、まあ、一つはやっぱり女性パワーですね。でまあもちろんその 化粧品というような分野ですからあの女性の方がやっぱり興味があるというのももちろんあるんですけれどもやっぱり自分のお気持ちをストレートに出して、まああのー、ここがいいとか悪いとかいうのを、まあ、これは年齢にかかりなくやっぱりそういうことをすごく。 開発のの人人もも営業の人もやってくれたとやっぱり女性パワーで結構変わった部分があるかなとそれとまあもう一つはやっぱりあの新しいことを始めようというのでやっぱりあの外部からいろんな方をリクルートしました。 今うちの管理職のうちのまあ半数ぐらいは多分そういう転職組なのでまあこれでまあ中のうちと外のうちがまあ,ある意味うまくこう混じり合った感じになってまあそれでなんとかやってきたかなっていう感じはしています。それからまああのこれからの新しいベンチャーというのはもうこれはまあほにまた社外には リソースがないのでますますこう社外の人と一緒にやっていくということでまあ,あのこれまでは会社の中がある程度まあ一致団結してればいいということだったんですけどまあそれがこう社外の人とのこれからどうやっていくかっていうのがまあ一つのテーマかなと今思ってます。あで社内の方はまああの結構 あのそんなんで昭和な会社ですから結構あの運動会やってみたりとかあの5年にいっぺん今年も社員旅行があるんですけどなんかみんなで北海道行ってみたりとかあのまありにそういうのをするとですねあのやっぱりこう言葉で説明するんじゃない。 なんかこのうちの会社というなんか共通体験というかねあのそういうイメージがあ,のあんまりだからうちはあのその社税がどうやとかそのうちのミッションはとかこう,こういう理屈っぽいのはないんですけどもまあどっちかというとこうやや感覚的なもんでえーな,んなんていうのかなこの一つの一体感なんかは出せてるかもしれませんね。 あのやっぱ組織がちょっと大きくなってくるとその事業を作るのと会,会社というか組織を作るのとどっちが先かみたいなところを結構悩んでる悩む僕も悩んでるんですけど山田会長とかは組織作りがそのなんか新規事業が生まれやすい風土というか雰囲気というかそういうの非常に上手に作られてると思うんですけど。 あの比較的、ね、そういう意味ではこう次々に新しいことやってきたんでもうや,やるのは当たり前というか、まあ、また何か始まったなというあの多少うんざり感はみんなあるかもしれないんですけど、まあ、これはもうの取,り取り組まないといかんねんなという文化はだいぶできてきたかもしれませんね役職でで呼ばないとかですよね。 はいはい、あの役職の呼ばないのもあの、ね、他社さんでもあるんですけど、まあ、56年はなんとなく抵抗あったんですけど、まあ、今はもう本当に普通になってでやっぱり僕らも,もうそれはもう圧倒的にその方がやりやすいですね。うんあの 役職も結構変わりますから何やら部長やったっけ何やらどっちやったっけとか、まあ、とりあえず名前の何か覚えてれば「あ,あのや山ちゃん」とかいう感じで <laughs> いけるので <laughs>、あのーまあ、そこはやっぱり、まあ、大したことでないんですけどあんまりねあのもし普及してないとしたら、まあ、そういうのはまあ本当に。 簡単な、一番コストの安い、えー、コミュニケーション改善の方法ではないかというふうにはあの思います20代の社員の方が、国尾さんって呼んでるも見てる方がハラハラするんですよ、なんか、さんなんだえー、そうですかね、でも、あの慣れてない方があのたまたまそういう場面を見られてですね、ひょっとしてこれですかとか、あの後で質問されたことありまして、<laughs> いや、そうじゃなくてあの、会社みんな呼んでますからとかいうような。 あの、笑い話です。わかりました、えっと。また聞きたいことが <laughs> あのすごいいっぱいあるんですけど質問多分いっぱいあるので最後僕1個だけあの皆さんに3人にあのご質問したいんですけど。えっと まあ皆さんへのアドバイス簡単に言うとまあ忠告とか特にやめといた方がいいっていうやつがあれば教えていただきたいんですけどそのやっぱりこう事業を作っている僕たちって親バカみたいなもんだからこう自分のやってる事業がうまくいかなくってもうまくいくんじゃないかっていう期待感を常にこう持ちがちだと思うんですよね。だけど多分、そこ頑張るんだったら別のことを頑張った方がいいよねっていうところもまあ,あるかなと。 おーいうふうに思うんですがご自身あの、今まで結構成功体験の話があ大きかったかと思うんですが、まあ、失敗もおそらくいろいろされているかと思うんですが、まあ、こういう時は危ないよとかですね、まあ、こういう時は注意した方がいいよとかあやめた方がいいよとか他のことやった方がいいよとか,なんかそんなあるいはここが失敗に気づいたんでこういうふうにうまくいけたとかいけますかどうなんでしょうもう。 いつも苦労しかないんであんまり日々苦労ですからね、あのー、そうなんですけど、あのー、いや中違う答えを今用意しちゃってたんですけど、はい、違う答えででいいですかそれ,それでいきましょうすごく具体的なプランで言うと私自身が、あのー、三菱商事の関連会社ケンタッキーフライドチキンに出向してその子会社でスタートしたんですね。 あのとにかく離れて子会社の、関連会社のその子会社ぐらいのところでスタートするとスタートしやすいっていうのはすごくあると思うんですね、あの未来のこと、神様にしか分かんないわけであって、その,いやその合理的な説明、なんか無理なわけですよ、未来のことを、それを合理的にこう説明しなきゃいけないみたいな不毛な議論って、かなりきついと思うんですよね。 でだからそういうことじゃないところでスタートしたいですよねだから私もあの今度社内ベンチャー推進室っていうのを作る時に自分がジャッジしないようなことをの仕組みを作んないとまずいかなみたいな。 私はついつい美意識とか言っちゃうわけですよそ、そこでもうみんな腰が引けちゃうわけですよ、ね、<laughs> 儲かんなくていいけど、恥ずかしいことは本当やめてねとか言うんですよ、そうするとあの、それ以上話せなくなっちゃうここが、だから私はジャッジしない仕組みみたいなのを作った方がいいかなという自分の経験から言っても。まあいかにこう自由にやれる環境をまあ作る、ね、あるいはつあのやらせる環境を作るっていうのは、そういう大事ということですね。 さんいかかですかいや、そうですよね、なんか、失敗,失敗とか、そういう意味では失敗も多いし、やらせる環境を作りたいなと思いながら、ついついまた自分でやってる、最近 <laughs>、反省してる、今日この頃ですけど、さっき、どなたか、半歩先の話とかって、朝、ちょっと朝じゃない、始まる時あったと思うんですけど、僕ら、商品をこう、 分類するときにあの売れ筋と見せ筋売れ筋死に筋って一般的に言う筋の中にもう一個筋を作っていて売り筋っていうのを作ってるんですけどあのなんとなく僕らの中で売れ筋と売り筋の違いは売れ筋は今で売り筋が半歩先だと思っていて半歩先なので外れることもあるんですけどお基本的には。 えー、売売りり筋を売りたいんです見せ筋も大事なんですけどやっぱり見せ筋は結果死に筋になるケースが多いのであんまり商売にならないで多少必要なんですけど、えー、30年もののバルサミコビネガーが3年ぐらい棚の上に乗っててもそれ,たまにそれは大事なんですけどそんなものばっかりだとやっぱ困ってしまうのでだけど売れ筋でいいんですか っていうよく社員の中で売れる売れないっていう議論の時にでその時に僕はいつも売り筋に帰るようにしていてで何をや,やった方がいいやった方が良くないっていう意味で言うとあの売れ筋が売れていることで満足をしない方がいいっていうのはいつも言ってますなんで売れ筋と売り筋はうちの社内でもしっかり区分を分けていて売れ筋比率が、まあ、売り筋比率と同じぐらい になるようで大体いい売れ筋は置いといてもほっといても売れるしだんだんこう正面に積まれレジ前に置かれで売り筋は頑張って説明したり頑張ってポップを作ったり売れないんだけど一生懸命こう 可愛がって楽しようとすると売れ筋が前に出てきてそれが下の方に置かれてそれでも売上とその上間と短期的には売上も在庫回転も減価率も逆に言うとよく見えちゃったりとかしてで数字だけ見てるとお何々店頑張ってるよねみたいな。 で実は売り筋を一生懸命その売ろうとしている B 店の方が業績は悪いんですけど結局3年後どっちが残ってますかって言われると圧倒的に B 店の方が強いあのうちはあの皆さんもご存知かもしれないんですけどあのトートバッグが。 昔,昔ってて今ででも売れてるんですけどありがとうございますあの皆さんに「カバン屋か」とか言われてるんですけどあのそれぐらい売れましたびっくりするぐらい,いあの自分たちでも当然そんなあのそこまで想像も期待もしてなかったですけどいろんなその流れを時代の流れも乗れたしいろんなメディアの方の協力とかお客様のご協力もあって売れたんですけどあのこれはアメリカもそうしてるんですけどトートバッグはあの 入り口入って正面に基本的には置いてはいけないっていうルールで一番最初はお店の一番奥に置けって言われたんですねそれアメリカも同じように言っててでそのそうすると入り口で大体一番売れてた時は本当に2人とか3人にお一人ぐらい「トドパードバッグどこですか?」って聞かれる。 たださすがにお客様にあまりに奥まで行かせるのが失礼だってことになって最近は売り場にこうあるツリーって言うんですよこう,いうカバンをかけるのが3つも4つも増えてですね奥にもあるのに前にもあるみたいなことがちょっと起きてはいますけどあの特に売れていたとき特にそれがほっといても売れると思うときになるだけそれに頼らないでそれ以外のものを売る逆に言うとそれがきっかけで来てくださっているお客様にもう一個何か買ってもらうっていう努力をする事業で言うと うちでいうとグロッサリーの方がどっちかっていうと儲かりにくいんですけどカフェの方が儲かりやすいんですけどカフェを後に回しにして先にグロッサリーをやるとか,なんかその常になんかこう売れ筋の売り上げに満足せずに売り筋を出していくみたいなことをは大事かなと思います。 売れるものを売るだけじゃなくて売りたいものを売るっていうのは多分らしさの追求ディアンデルカさんのらしさの追求になるかなというふうふに思うんですけどその立ち上げの頃って結構、外国その英語の商品ばっかだったと思うんですが途中からかなり和惣菜とかこうまあ蕎麦とか分かんないですけどそういうの増えたのでなんか途中でらしさというものの定義をし直したのかなとうう思ったんですけどそういうのってありました そ,ううん、それはそうですね、あのまさにその憧れっていう話でいうとあの、やっぱりその海外のグロッサリーとか、まさにニューヨークの,あの双,方双方に本店があるんですけど、双方のお店に良くも悪くも社員全員が憧れてしまっていて、で英語表記のポップとか、大好きだったんですねであの、グラムじゃなくてパウンドを使うとか、なんかその。<laughs> <laughs> そんなことかみたいな話なんですけど大好きで,であのお魚もやっぱりこうクラッシュアイスって細かいお魚の上にこう市場のように並んでいるやっぱり日本は魚文化なんでしっかり,やっぱり丁寧に切り身にしておかないと売れない当たり前なんですけどそういうスタイルから入ったんですけどあのどうしてもうまくいかなかった時に3年目ぐらいにデルーカさんという企業創業者のうちの一人にどうしても売れないんだけど なかなかそのニューヨークのようにいかないんだけどっていう話をしたときにデルガさんが素直に「君はパスタとそばどっちが好きだ?」って言われて思わずことが詰まっちゃったんですね、えー、あのパスタもそばも好きだからっていう意味もあるんですけどあの自分がこう詰まっているやっぱ意味っていうのはそのやっぱりパスタとそばどっちを今までたくさん食べたって言われたらやっぱおそばだなって でその時素直にデルカさんが「あの僕はそば好きなんだよ」ってでその後森本というレストランに連れてってくれて「俺はここのそばが好きだ」って散々言われた時に「あこの人たちはその アメリカンなスタイルを言おうとしてるわけでもともとイタリア系のアメリカ人なんですけどあのそういう意味では何か自分たちが素直にその美味しいと思うものを別にアメリカンとかイタリアンとかそのジャパニーズとかそういう見方ではなくて、まあ、そういう意味では自分流というスタイルで自分が好きなものを素直に自分らしく提案していくっていうことをやってるんだなと。 聞いたわれわれとしては日本食をやるというよりは素直にパスタと同じようにそばも見るというら,るらしさに変わっていったのが六本木は2007年ぐらいのころですね。う すみません山田さん、時間短くなっちゃったんですが、いっぱい事業をやってる中で、あの,ーね、あの今日来られてる皆さんも、自分でビジネスを立ち上げられた方、多いと思うので、まあ、そういう意味ではもうその、ビジネスセンスということで、僕が、まあ、あえてそんなアドバイスすることはないんですが、まあ、半分お願いなんですけど、やっぱりこの人間、なかなか一人で理解できるより、世の中広いし、世界も広いし。 えー、やっぱりそこを絶対こうなんか完成さ,されたと思わないようにしていただきたい。<laughs> であのもうね、もう残り年も少ないぐらいになっても、まあしまった、もっと勉強しておけばよかったというぐらい、私も思ってるので、そのなんかまだまだ感というか、皆さんがもうまだまだだと、もっと知りたいとか、そういうチャレンジの、本当にチャレンジャーでいる限りは、多分そんなクリティカルの危機っていうのはないと思うんですが、まあ、何かやっぱりもう、これで OK とか、俺はやったぜとか、ナンバーワンとか思うと、多分なんかその辺からおかしくなってくる。 くるんじゃないかなと思うので、まああのー、永遠にチャレンジャーでいていただきたいというのが、めたんない機会ですので、私からの、まあ、メッセージという形でがといます,うございますでは、会場から質問をいただきたいと思いますが、あの質問の方、手を挙げていただいて。じゃあ、どうぞ。 あ貴重な講演あ,ありがとうございままししたあのシフトトのターゲッ申しますあの今2つほど会社やってましてソフトウェアのデバッグっていうちょっとややこしい B2B のサービスとあと携帯であのメッセージを送ると携帯がおるっていうあの新しいっガジェットみたいなのを作ってるんですけど会社としてはあのものすごく新しいことをどんどんやりたいっていうことでやってるんですが新陳代謝が上がってくると社員のみんながどんどん新しいことをやりたいって言い始め たがりなんですねでそれはいいことなんですけどただあの撤退条件というかどこまでやってもじゃあラストワンマイルをやるのって多分あの創業者の人たちがあのやりきったことが多分重要だと思うんですけどあの一般的に社員で働いてるメンバーがラストワンマイル出せるかっていうとなかなか難しくてですねでその時にどう自分が入っていいのかそれともその完全に任せてこんないいビジネスモデルでアイデアなんだけどももう潰れることも容認しながら えっと人を育てるってことを優先するのかっていうとどどちらにどまあどういう考え方でそのうまくいかないものを良くするかっていうことを考えられているかっていうのをぜひ教えていただければと思います。ありがとうございます。あの経営者の新規事業における役割という話だと思いますけど他にありますかどなたかはい二参考ジャックスモスさん先すいませんあのちゃんと質問しますえー、っと。<laughs> 遠山さんのお話で、えー、儲かるっていう言葉が出たことがないっていうことにも非常にあの当社も一緒ですし賛同しましたしそれからマーケティングっていうのもやらないと、えー、これも、まあ、さっきあの井本ちゃんとお話ししたんですけど全くなんか一緒でありましてなんかこういう時代のこう変化がそういうふうになってきている中であの食っていうものが全体的にあの外食産業っていうものからこう食生活ライフスタイル産業みたいなのに結果的になんかこういろいろやっていくうちに なんかそんなふうなことをみんなで模索し始めているような気がしているんですけれどもえそこで、ちょっと2つえマックとそれからあの遠山さんにご質問なんですがえその高齢者に向けたアプローチという意味でのなんかこうライフスタイルのこう打ち出しっていうか食の打ち出しみたいなことをどういうふうに考えていらっしゃるのかなというのとそれからあのまあオイシックスでもえーあのまあスープ売ったり。 えー、ディアンデルカの商品を売ったりされているんですけど、なんかそういったこう EC で、えー、外食産業から EC に入るみたいなことって、多分初めての試みが起きているなという印象があるんですけども、あのなんかその辺をどういうふうにこうあのやっていかれるのかなという質問でした。ありがとうございます すみませんちょっと遠山さんにまたあの先ほどお話で採算ベース化、黒字化ということでかなり時間がかかっている分野も,分野もあったということですけどそれって結構持ちこたえるのにあの、まあ、社内の意見もいろいろあると思うんですけどどうやってあの説得なさってきたのかなというのをちょっと聞きたいなと思いましたはいいありがとうございますでは、どうしましあの好きな質問に答えていただいたら <laughs> ですけど遠山さん、ご指名が。 まずあったんで、今のこうどうやって周りを説得してきたかというところと、それからまあ高齢者か EC かどっちか1つちょっとお答えいただいて、よかさんは高齢者か EC かどっちかお願いします、山川長での新規事業における経営者の役割、どこまで自分が入るべきかというところと踏まえて、あとは好きなことを言っていただければと思いますが、まず。<laughs> 最初の質問と最後の質問なんですけど、うちも 一応ルールーとかあるのかあのな3年でとか何とかあるかなとは思うんですけどその経営陣の方からもうこれ無理だよねみたいなのあるんですけど大体そこであの例えば秩部を晒すようで申し訳ないですこれマイパンダっていうのをやっていて残念ながら評価もされるんだけど利益にならないっていう時にどうしようかってでもこれ中村優子っていうデザイナーがやってるんですけど彼女は中学の頃からデザイナーになるのが夢でだから美大行くために。 美術教室通って高校を美術の習って美大行ってっていうことをやっていてそれが夢なんですよねそれで経営会議で彼女はもう泣きながら3時間ま粘るわけですいやこれじゃないとだめなんですやりたいんですって言ってじゃあやろうって言って結局会社を作って彼女が社長になって今度また新しくスタートするんですね。だからむしろ かえ、うん、っていい形でスタートを切れるようになったんですけどもうとにかくそういう個人の粘りとか、うん、そういうことしかないって感じですかね、うち結構めっちゃ泥臭いですね、うん、あのいい感じみたいな仕事ってあんまりないんですよね富山さんご自身がそのうまくいかないときに,こうに説得したのは何でエモーショナルなすかエモーショナルですね。実際にど うんまあ、日比谷戦で3回ぐらい泣きましたし、私、<laughs> <laughs> それ、演技ですか、本当にいやいやいや、悔しくて。<laughs> <laughs> とか、まあだめだったら、他のとこ持っていくとか、あと、なんだろうなとうんっていうか、ちょっとこれ、質問に合ってるかどうかわからないんですけど、例えばユニホーム決定会議っていう時に、私、あのあの手拭いにしたかったです、日本初だから。 で手拭い絶対おかしいからって全員反対だったんですねそうですよねって言いながらあの手ぬぐい発注しちゃうんですよ <laughs> なんか話は理解してるんだけどそのまま流れちゃうっていうか話は聞いたのでもかっこよく言うとね医師なんですよね医師なんですでいやだってネクタイあ手拭いじゃなきゃダメ日本発なんだからそれでもしそうやって発注しちゃうと あれあんどうなったのかなあ,あのあと遠山さんと常務が廊下で話して OK とかになったのかなとか言ってみんな,なんかそ,それ以上突っ込まないっていうか私あの最初にサラリーマンやってて、えー、個展やったんですねで合理的な説明は無理でもそのおかげで今日に至ってるんですけどでもそれ合理的な説明は無理っていうのがかえって良かったと思ってるんです最近。要するにかかっこよく言えば意思しかない あのこの間ね、双日の党、えー、友委員会のジャッジする審査部の人と飲んでて、私は合理的な説明っていうのは合理的な説明で打ち返されるから、そういうんじゃなくてとかいう話をしたら、その審査部の人ですら、そうですよねって、自分たちはそのそそのダメだっていうのが仕事だから、女の滅多切りにできるんだと、それよりももっとね、 あのいやもう15年間足で稼いだネットワークなんですとか、ね、例えば、いやいや、これ恩返しだからこっちのプランじゃだめなんですこっちじゃなきゃとかでも、あっ、なんだ恩返しかじゃあ、お前10億じゃ100億ぐらいはないと恩返しにならないじゃないかとか言うかもしれないし <laughs> いや本当にそういう話しか残んないって感じです、ね、なるほど、うん、これ皆さんが学べるあの話だったか分かりませんけど あれですね、説明するの諦めてとにかくやっちゃうそか時々泣くと、まあ、そういうそういうことですねはい横川、はい、<laughs> さんじゃあ,あの高齢者またいいしその辺新しい領域どういうふうに はいえー、とじゃせっかく2回もご質問にいただいたので高齢者っていう話なんですけどあの質問の答えにならないかもしれないんですけどあの特に高齢者の人にっていうふうには正直全然できてないと思ってますで午前中もあのー EC ・ E コマースの話の中でそういった広がりの話があってやっぱり考えていかなきゃないけないんだなと思う中で一、あのー、つは。え 高島さんと一緒にあのあの、まあ、e コマース上でシックスの中で我々の商品をやらせていただく中で、えー、いろいろやっぱり自分たちが店頭で扱っている商品をまんま載せるんですけどサイトに載せていただくんですけどなかなか売れないでなんでなんだろうっていろいろ思うとやっぱりその同じディノデルカというブランドの中でその食べ物おいしいものとはいうもののその 変われ方によってその向こうにあるシーンが全然違うんだなと。で e コマースではまだそのどちらかというと若い方が多くて転倒になると。 年齢層があるっておっっししゃってましたけどそういう意味では僕らからすると、いずれそういったネットを通して、お店には来ていただけないような方にも、その、お答えできるような商品をっていう意味で、あの自分たちの強みは、立地とか、その環境に応じて、コンセプトのもとに MD を結構幅広く変えられるっていうのが強みでもあるので、あ最近なんかよくこう、勉強してるのはやっぱ百貨店さんです。 型の百貨店さんはかなりうまくいかれているところがありますけどどうしてもセンターの動線から外れているどちらかというと昔ながらの名店と言われるような百貨店さんはとても厳しくてでその理由がやっぱり顧客分析すると分かりやすく、まあ、年齢層が高いお客様が多いです。で そもそも売り上げの3分の1が外商で持ってましたとかギフトでやってましたとか何々っていう百貨店の,このおのしがあるからっていう時代には当然そういう時代じゃなくなっていく時にどうしていったらいいんだろうっていうところで逆に我々のようなそのブランドをこうお声掛けいただくんで我々も最初同じように他の店と同じ MD で行くんですけどやっぱうまくいかないです。うまくいいかなにに逆にその 名店さんの中で我々が評価いただける商品を同じコンセプトの中で作っていこうという中で一つ一つ学んでいっているようなそんな状況だなというふうに思っています。はい ありがとうございますじゃあ最後、山田会長の方から、新規事業における経営者の役割あの、まあ、なかなかね、新規事業という単位になると、こう個別のケースが多いと思うんですけど、まあ、例えば我々の場合でいうと、いろんな商品のね、ブランドを、まあ、出すか出さないかっていうのは、結構に日常茶飯事あるんですが、まああの多分筋のいいやつっていうのも、あっという間にゴール1周しちゃうと。 でまあ、ちょっと難点があるやつっていう、というか、かなり難点があるやつはもう、もう最初の400メートルトラックのうちま100メートルぐらいでもう大体脱落すると、まあ、ややこしいのは、ちょうど300メートルぐらいまで来ちゃったやつで、ちょっと難点があって、決め手がないなというような場合は、まあ、おろの場合はあの、もう、もうとにかくじゃあ行けと。 で,で案の定まあ失敗するようなケースとか、まあ、実際問題あの本当に打率って3割ぐらいのもので7割ぐらいはまあまあよたよたのもも多いんですけどただまあその時にえまあ経営者というかトップの役割というのはやっぱりその失敗から何かあのいい教訓というかまあ残りかすみたいなのがあると思うのでそれをこうちゃんと引っ張り上げてまああの引っ張り上げて この,間の失敗がこういや次にに役立ったぞとこれはなかなかその本人はあのやっぱり結構打ちひしがれてるので、えー、やっぱりその辺でこう骨を拾ってあげるっていうんですかねこういうサイクルがなんか回ると実際やっぱりあの失敗から出てくることって結構ありますからなんかそういうサイクルを回していただいたらいいんじゃないでしょうか。 はい、ありがとうございました。あのちょうど時間になりましたので、えー、セッション終わりたいと思いますが、あのぜひこの75分から皆さん何かま一、あ、つでいいとしてやることをですね、えー、決めていただいて、えー、まあ、それをぜひアクションに、えー、繋げてもらったら大変嬉しいと思います。えー、3人の登壇者の方ありがとうございました。